はい、爆食マスメシサチオチャンネル始まりました。おはようございます。おはようございますと言いつつ今は何時でしょう。はい、12時でございます。でもいいんです、昨日も深酒をしたのでこんな感じで目が開いておりません。はい、ですが私の目の前にはこのような素晴らしい朝ごはんが用意されておりました。素晴らしい、もう理想の朝ごはん、かつこういう朝ごはんがいいということで、今日は健康的に朝食をとっていきたいと思います。さあ、いただきます。ウインナーちゃん、こういうの、こういうの、求めてたやつだ。梅干しは母ちゃんの梅干しです。ちょっとね、これ4合のご飯なんですけど、手に持ちたいんですけど、あまりにも熱くて持てないので手を添えるだけです。すいません、母ちゃんの梅干しです。目の覚める、これはなんかもずくスープです。うまい。ああ、本当にお味噌汁ではなく今回はもずくスープというところ。みーちゃんバリエーション豊富です。きゅうり、よっ、何口食べてもよいしか出ない。そしてぬーちゃん手作り卵焼き、形綺麗すぎない？嘘でしょ、ぬーちゃん、これ既製品でしょ。超うまいんだけど、ほのかーに出汁が効いてる感じ、うまい。だしの効いた甘い卵焼きにお醤油をかけて、どんどんお酒がリセットされていくよ。幸せだ。このナスは伝説の ASMR であの素晴らしい音を奏でたナスか。行ってみましょう。ちょっと ASMR 風にララララ ASMR 風にいきます。やっぱりプシューって言った。面白いこのナス。
なんかみんな朝ごはん必ずこれは食べるみたいなルーティーンあります？むしろ朝ごはんこれ食べたらいいよとかそういうの教えてほしいんですけど。私はもうほんと納豆ごはんめっちゃ食べるんだけどさ、毎朝さ、なんかそういう感じでみんなのルーティーンを聞きたいでございます。お願いします。私のルーティーン納豆ちゃん、まずちょっと半分ぐらいいって、よし、うん、うん、卵ラスト。うん、ウインナーもラスト。
はい、ということで完食いたしました。こういうのがいい朝ごはんでございましたけども、本当にすごいね。パワーがみなぎっております。どうですか？目も開きましたよ。パチッと。はい。いやー、いい朝ごはんだったなー。素晴らしい朝食ですよ。夢中で食べちゃったね。やっぱ朝ごはんシリーズはなかなかこの二日酔いではないですね。でも朝ごはんシリーズすごく嬉しいです。お酒を飲んだ次の日はしっかり朝ごはんを食べましょう。ね。いや、お酒を飲んでなくたってしっかり朝ごはんを食べましょう。栄養が詰まっておりました。美味しかった。ごちそうさまです。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。